時姫文シリーズは、宮野咲桜子による平安時代を舞台にした小説作品。講段社 X 文庫、ホワイトハートより刊行されている。イラストは、浅見優。時姫文シリーズ全15巻、外伝全1巻、時姫両乱シリーズ全13巻。ここでは、続編の時姫両乱シリーズについても述べる。時は、藤原道長が牽制を誇る平安のと、 期待の恩苗詩、安倍の生命は、老いで衰え始め、とでは魔物がばっこしていた。観光2年、正月、一階の中流貴族、源、義明のもとに、三の妹の降下が決定した。三の王せを断ることができようはずもなく、顔も知らない姫宮が、自分のもとへ降下される理由も下せず、妻をめとる実感も湧かないまま、 姫宮を迎えることになった義明はしかし、すっかり宮の美貌の虜となる。自らを神の子と言い,い、不可思議な力を持つ宮は、能力が失われることを危惧し、義明との夫婦としてのちぎりを拒む。強要することもできず宮の意志を尊重する義明だが、ある夜、宮が部屋にいないことに気づく。巷では、真相の霊場の姫たちが魔物に襲われるという騒ぎが起こっており、 吉明も宮を心配し、探し回っていると、白い風見姿の宮が上空を待っていた。帰宅後訪ねてみると、宮は遊びで魔物を買っていたと話すのだが、2005年に3巻が発売された。ありがとうございます。